動画メモタイトの原稿アップロードまで三十分、クオリティ圧縮五十分の一、編集ポイント全くなしでお送りします。今日からとび出し動画要望に応えてオープニングまあオープニングっぽいオンプレングっぽいものとくっつけました。それ以外は編集ポイントなしですね。まずたまたまネットニュース開いたら南アフリカの HIV 感染率が高いそういうニュースがありましたね。 女性の方が高いみたいですね。まあ南アフリカ。結構ハイテクっていうか、あの先進国って感じですけど、まあそういう問題があるのかなって思いましたね。まあちょっと意外でした。次に、あの、青年貢献。そういうシステム日本にあります。これどういうものかと言いますと、例えば私がこの財産管理できる、この 知恵がないっていうか、あの、力がない。あの、例えば脳の障害とかによって、そういう能力がない場合は、その私が自分自身で、自分自身で財産管理する代わりに、誰か父親とか自分の兄弟に管理してもらう、管理してもらう。そういうことを、あの、後見人制度と言います。成人後見人。そう、今までその制度で例えば私が、 この財産管理できない。誰かに管理でしてもらう。そういう身分にあった場合、選挙を認め選挙権認められなかったみたいです。それに対して、これは憲法違反だ。そういう判断が出ました。まあ、ただ私ちょっと危険かなと思いますね。例えば、財産管理できる財産を管理できる能力はない人。そういう人に選挙権を与えた場合、悪い勢力が。 そういう人を利用して、あの、そういう人をいっぱい集めて、あの、私の、私の党に、選挙、あの、投票すればなんかあげるよ。こう書いてくれれば、なんかいいもんあげるよって,言って、それだけで釣られちゃう可能性があるんですよね。だから、まあ、私はちょっとある意味、あの、怖いことかなと思いましたね。財産を守るために、この、せ、あの、 人制度というものがあるからこの選挙権というのもそれに近いのかな財産のこの処分に近い財産の処,処分と同じぐらいの重要度があるだから同じで考えていいのかな私はそう思いましたねまあこの成人後見人制度とか初めて聞いた人調べてみてくださいあの日本にはこういうあの制度があります 最後に、あの、今、スマートフォンは流行ってます。iPhone、iPhone が圧倒ですけど、iPhone とか Android とか、まあ、どとかって言いましたけど、その2つですね。それが流行ってます。スマホが流行ってるから、次はスマートテレビだって、新聞に書いてありました。でも、私ちょっと疑問に思いますね。あの、テレビ、どんどん利用者減ってるのかなと思いますね。あの、よく、 家に帰ったら、リビングの広いテレビで楽しむ。そういうふうには言われてますけど、実際家に帰っても、そのワンセグでスマホで見てる。YouTube のビデオとかをスマホで見る。テレビをつけずに。そういう人が増えてるのかなと思いましてね。だから、スマホの次はスマートテレビだ。ちょい厳しいところがあるかもしれないですね。あの、Apple TV、普通のテレビに接続すると、 スマホに、スマートテレビみたいな感じになるようなもの出してますけど、売れてないんですよね。あと、iPad もそんなに売れてない。iPad mini になって、まあ、携帯性が良くなったからということで、買う人、買う人、買う人増えましたけど、なんか、iPhone、iPad mini。そこに線があって、普通な iPad、Apple TV。 その大きなものの間に線が入っていると思うんですよね。だから、もう家に帰ったらテレビ、出先でスマートフォンって、こういうデバイスをシームレスに変える。そういうところよりも、あの、一つのデバイスをずっと使い続ける。そういう感じになっているのかなと思いますね。だから、まあスマホの次はスマートテレビだ。厳しいかもしれないですね。 どちらかというと、スマートテレビじゃなくてダムテレビ。あの、スマートフォンの画面をそのままテレビに映すそ。そのくらいのものだったら流行るかもしれないんですけど、テレビの方に単体でスマートな機能を求める。まあ、どうなのかなと思いますね。まあ、これを、ちょっと今回、新聞に対して、いろいろ反対意見述べてみましたけど、皆さん自分でいろいろ考えてみてください。あと今日は秘密動画ありません。